皆さんこんにちは、絵描きのレミです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、こちらのオーダーいただいた絵をご紹介をしていきます。はい、大きさがですね、ちょっと近づけますね。絵がこんな感じです。よいしょ。はい、大きさが F10 サイズで、横が53センチ、縦が 45.5 センチの大きさです。はい。よくオーダーいただく大きさですね。はい。前回動画でご紹介したやつは2倍ぐらいちょっと大きいやつなんですけど、はい。で、今回も前回の動画と同様、玄関に飾りたいということでご依頼をいただきまして、で、今回のご依頼者様は実は、2回目のオーダーですね。リピーターさんです。ありがとうございます。はい。前回その方がご依頼いただいたのは、お部屋に飾る、絵だったんですけど、今回は玄関でということで、お茶合わせの時に玄関の雰囲気を、動画のやり取りの中で見させていただいて、動画のやり取り、ビデオ通話の時のやり取りで見させていただいて、はい、どっちから光が入ってくるのかとか、この、玄関がどういう風になってるのかっていうのを見させていただきました。で、皆さんから向かって右側が、飾るところですね。右側が玄関で飾るところで、左上に神棚が、玄関入ってすぐの向かいっていうのかな、ちょっと皆さん想像できるかわかんないんですけど。とりあえずこっち側にね、神棚が、まああって、で、それを、まあ見させていただいて、はい。あ、そういう雰囲気だなーっていうのをまず見させていただきました。で、まあ西側の、西の玄関ということで、私あんまりなんだろうな、風水的な知識は、あんまりいない方なんですけど、ちょっと私なりに調べて、で、一緒にご依頼者様と一緒にお話をして、こういう絵にしましょうっていうのを決めてったんですけど、それが、まあ、大地と川、川と山。あと、今まで私が描いた絵を見ていただいていて、これがすごく好きっていうのがあって、それが、世界の光っていう、絵なんですけど、その絵を見て、その絵かもめっちゃ迷ったらしいんですけど、はい。だけど、その要素を取り入れたいということで、その要素も入れつつ、はい、今回、書かせていただきました。はい。こんな感じですね。で、今回、結構気をつけたこと、まあ、前回の玄関の絵もすごく気をつけたんですけど、やっぱり光がどっち側から入るかっていうのもそうですし、ただなんかこう、パッと見たときに、なんかこの玄関の全体のエネルギーがどういう風に流れてるのかなっていうのを、なんか感じていただける絵だったらいいのかなって思ったんですよ。で、まず、光がね、こっち、本当は玄関だと、ご依頼者様の玄関はこっちから光が差してるんですけど、こっちからあえて光を入れました。まあ、元はその直感でこっちだなっていうのを感じて、描いたんですけど、で、こっち側にね、神棚があるんで、なんだろう、こっちからも神様が照らしてくれてるっていうような感じがすごくしていて、で、玄関入ってすぐはこっちなので、玄関入るのはこっちなので、で、こっちからはなんかこう、運気が流れてる。そんなね、イメージがしてて、そう。なので、ちょっとこういう、玄関からこういう流れ、でも神様が照らしてくれてる。で、そして、実は光はね、まあ、神様の方から降りてくるっていうか、ちょっと見えるかな。流れがね、実はあるんですけど、こういう流れなのか、こういう流れなのか。はい。これはちょっと見る方によって変わってくると思うんですけど、とりあえずこう、自然全体の気の流れというか、なんかそういうのを、神々しいイメージというか、
それをちょっと書き表したくて、その木の水の流れだけじゃなくて全体の木の流れというか、それがなんかこう神様から降ろされてるのか、その全体が神様に向かってるのか、それ自体が神様なのかね、ちょっとそういうこうちょっと神々しい中に遊び心というか、見る方によって変わるというか、その見た時々によってあのこの絵のメッセージが変わる、そんななんか絵にしたいというかなったというか、そんな絵になりました。はい、ちょっとねあの運気の流れみたいなのをね、あの玄関を特に気にされる方が多いのかなと思うので、あの特に今回も運気の流れみたいな、気の流れみたいなのを特にイメージしました。はい、という絵ですね。お送りし、今回はあのあらかじめ写真を送って送るのではなく、実際にもうできた絵を見せずに送ってサプライズで開けていただくので、この動画がアップされた頃にはね、ごいらしさも見てると思うんですけど、ちょっとまだ感想が聞けてないので、はい、ちょっとドキドキな状態で今動画を撮っております。はい、でちょっとさっきから気になった方いらっしゃるかもしれないんですけど、ね、今絶賛、ちょっと動画じゃない、プリンターを回している最中でして、うるさかったら本当にすみません。止めたかったんですけど、なかなか止められないような状況にありまして、今日なんかプリンターがすごいスローで、一枚印刷するのにすごい、いつもはね、ちゃちゃちゃって印刷してくれるんですけど、今日ちょっと印刷する絵の問題なのか、ね、ちょっとなんかいろいろあるのか分かんないんですけど、ちょっとスローで止められなくて、なかなかで止めたら止めたで、止めないと動画撮れないかなと思ってたんですけど、それ待ってると結構動画撮るのもちょっと時間かかるなと思って、ちょっとこのままに撮らせていただきました。ごめんなさい。はい、ちょっとね、業者さんに印刷ね、最初の方頼んでたんですけどね、ちょっと私が結構こだわりがあって、ちょっとね、印刷ね、物って、やっぱり若干色味がね、変わったり、自分の好みじゃない色合いが出てきたりするんですよね、業者さんに頼むとどうしても。そう。やっぱり頼んできてから初めてね、ものを確認する関係で、やっぱりなのでちょっと手元でしっかり確認できるようにちゃんといいプリンターを買って、はい、印刷用紙もしっかりこだわって今回というかね、印刷してるんですけど、個展もね、アートプリントとかポストカードとかもたくさん準備してるので、ぜひご興味ある方は、まあオンラインでも売ってるんですけどね、手元で見たいという方はぜひ遊びにいらしてほしいなと思っております。はい、今回の、まあ、オーダーアートの紹介はこんな感じです。はいね、リピーターさんだったので1回目喜んでいただけたのかなって、ちょっと2回目ご依頼いただいた時にすごく嬉しくなりました。ね、リピーターさんってねたまにいらっしゃるんですけど、本当にねありがたい限りです。本当にね、そう、これからもね頑張っていきたいと思います。いつも応援ありがとうございます。それでは皆さんにとって今日も素敵な一日ありますように。それでは次の動画でお会いしましょう。またねー。